こんにちは、畑中直美です。今日は、ニセコ来て1週間ぐらい経つんですけど、初めての、休日なのでご飯の作り置きしていきたいと思います。イエーイ。ちなみにね、今日はね、私以外皆さん、お仕事行ってるので今は一人なのでこうやって喋れてるんだけど、普段はね、やっぱこう共有スペースなので、ここもあんまりね、こうやって大きい声で動画撮れないので、こうやって休みの日にちょこちょこ一人で喋りながら動画を撮っていきたいと思います。がーん、ごぼう、ご近所野菜140円。なんかね、普通の普通に並んでる野菜コーナーじゃなくて、ちょっと手前の方にご近所野菜のコーナーがあって、そこのコーナーだとね、結構ね、金額が安いんですよ。人参もね、140円。簡単にごぼうと人参使って今日はきんぴらを作っていきます。洗いました。すごい綺麗になった。お風呂上がりです。お風呂上がりの人参ちゃんとごぼうくんです。じゃあこれを、切っていきたいと思います。はい、ってな感じで、今日は 1,2,3,4,5 品作りました。これはね、冷凍してた豚肉解凍して今夜食べるようにもう仕込んでおいたやつで、今日夜焼いて食べます。であとこれも豚肉残ってたんで、見た目なんじゃこりゃって感じですけど、生姜焼きこれ冷凍してきます。で食べる時に解凍してもう焼くだけにしておきます。で、あとはこの蛇腹きゅうり と、ピリ辛そぼろで、人参とごぼうのきんぴらを作りました。でこんな感じで、休みの日に少し作り置きしておけば、平日仕事から帰ってきた時に、共同生活なので結構キッチンも混み合う時間が、みんな仕事終わる時間が一緒だから混み合う時間も一緒だし、他の人の迷惑にもならないようにこういう感じで時間あるときに作り置きして生活していきたいと思います。これで1週間は持つと思うので、今度か明日からね、仕事から帰ってきたらもうすぐお米だけ炊けてれば、でお米もね、炊いたやつ冷凍したりしてるので、それチンして、これでしのいでいきたいと思います。なるべく食費は節約していきたいので、こういう感じで頑張ってニセコで生活していきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。